北海道日本ハムファイターズに移籍した山田遥選手が入団会見を行いました。新庄監督は山田選手の盛り上げ役としての素質をとても高く評価しています。新庄監督はやる気を重視する監督であるので山田選手の出場機会も増えるんではないかと思います。例えばフェニックスリーグでやる気が見えないようなプレーをした選手に強い言葉を発したり、清宮選手がバットを振らなかったことを見逃し三振したり、初球見逃したり、そういったところにかなり強くやる気を見せてくれというような発言もあったりするので、そのあたりが山田選手とかなりマッチしていると思います。山田選手への新庄監督のコメントです。元気はベンチから見ていても気持ちが良かった。西武ライオンズと戦った時に山田選手がベンチで声を出しているのを見て、すごくいい選手だなっていう風な印象が残っていたそうです。そして声は戦力である、打席の雰囲気もいい、守備はトップレベルの選手で、実はシーズン中に一緒にプレーができたらいいねなんていう言葉をかけたことがあるというような話も入団会見でしていました。それくらい山田選手の気質であったり、やる気の部分、そして声の部分というところを新庄監督が気に入っています。山田選手は入団会見で、サードの守備に自信を持っていて、肩の見せどころもあるので、サードを守りたい。そして打順は1番を希望しているというふうに明言していました。昨シーズン日本ハムファイターズは野村選手がサードを守っていました。野村選手は長打力もありますし、打率、OPS ともにそれなりに高い成績を残しています。バッティングの部分だけでいうと、野村選手の方が現時点ではおそらく高いというふうに見えますので、守備であったり走塁面、そして出塁率というところで山田選手がアピールすることで、サードのレギュラーを取るというところも見えてくるのかなと思います。山田選手の2022年の西武ライオンズでの成績です。1軍では打率2割 OPS 0.495 と、そこまでいい成績は残りませんでした。しかしファームでは2割6分8厘、ホームラン2本、長打率5割、出塁率3割6分9厘、OPS 0.869 と高い成績を残しています。1軍の壁をしっかりと破ることができれば、高い守備力がありますので、レギュラーというところも狙える位置に伸びてくるんじゃないかと思います。山田遥選手はポスト杉谷選手と言われることもあります。先日引退を表明した杉谷選手なんですけども、ダイソーであったり守備要員、ユーティリティ性が高くていろんなポジションを守れる、山田選手は内野が主になりますけど、加えて元気な性格もあると、このあたりがかなり似ているんですね。もし山田選手が即レギュラー確保というところにならなくても、ベンチにいるだけでいろんな面で貴重な存在ということで、日本ハムは山田選手を獲得したこと、今後かなりいい影響があるのではないかと考えております。